いい加減発情しろ。撮影日は10月31日ではありません。2月です。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。今日は世界一眠たくなる授業、高等経済学のゲーム理論編です。あのですね、ゲーム理論を初めて触れる際、必ずと言っていいほど出てくるのが囚人のジレンマという用語なんですよ。なので、まあ、囚人になってみました。はい、ただそれだけです。すいません。気を取り直していきましょう。
じように沈黙するべきですね。つまりですよ、容疑者 B が黙認しようか自白しようか、 A さんは自白するべきです。これ反対に B の気持ちになって考えてみても同じことが言えますよね。つまりお互い意思疎通できない状況では二人とも自白を選んで、結果二人とも懲役5年という結果になりそうですね、はい、今二人とも自白するを選んで懲役5年になりましたよね。ここを経済学の用語で軟式均衡と言います。軟式均衡というのはそれぞれが自己の利益を最も大きくすることだけを目的に戦略を選択した場合の均衡状態のことです、はい、ではもう一度表全体を見てみましょう。二人とも協力して黙認したら懲役1年っていうもっと最善の策がありましたよね。もっといい結果があるはずなのに協力できない場合、お互い損をしてしまう結果になってしまうということを囚人のジレンマと言います。なんか協力できないがゆえに最善の策をして結果を変えられないっていう、そのじれったい感じを囚人のジレンマと言います。はい、ちなみにですね、ここが軟式均衡ですよね。で、ここをパレート最適という用語で表します。これ以上改善の余地がないところをパレート最適と言います。ただなんかね、ちょっと気をつけなければならないのが、なんかパレート最適
ます。よって B 店が500円で売るときはあなたは450円で売るべきです。では次、 B 店が450円に値下げするとします。もしあなたが500円で売る場合、お客さんは2割しか来ないので売上総額は4万円です。もしあなたも同じように値下げして450円で売ったとしたら、お客さんは半分来るので合計9万円です。よって4万と9万を比較してあなたも450円に値下げするべきだと分かります。つまりですよ、 B 店が500円で売ろうが450円で売ろうが、あなたは450円で売った方がより多くの利益が出るということが分かります。俺、同じように B 店の立場に立って考えても全く同じ結論になるんですね。つまり今回A 店も B 店も450円で売るという選択を取ることになります。で、これを見てわかるのは低価格戦略だけを取っていくともう底なしの本当にきつい競争になっていくということですね。なので、ご企業がこれくらいの値段設定にしましょう、これ以上は下げないでおこうっていうカルテルを結びたくなる気持ちもこのゲーム理論から実感できると思います。はい、では次は日常でもっともっと応用できるようにデートプランを立てる際のゲーム理論について見ていきたいと思います。太郎さんと花子さんは週末にデートへ行こうってなっています。でも太郎さんはサッカー観戦がしたいと言っています。花子さんはいやいや映画鑑賞しようって言っています。ではデートはどうするべきか、ゲーム理論を使って見ていきましょう。ここからはより深く学びたい人向けなので、続きが気になる方や、またまだまだ眠れないという方はツアーでお楽しみください。概要欄やコメント欄より解くことができます。はい、皆さんもし誰かとデートするとなったらどこへ行きますか？やっぱりなんかそれが初デートなのか、あるいは結構もう慣れてきてもうね数回目のデートなのかで結構いろいろと変わってきますよね。もし皆さんのご定番のデート場所などあったら教えてください。はい、はい、以上が今回のテーマ、ゲーム理論における囚人のジレンマと経営の場面、さらに日常のデートプランの際の理論について見てきました。はい、参考にした書籍一つがこう入門編みたいな教科書みたいなやつと、あともう一つはなんか漫画でわかるみたいな、楽しく学べるような書籍の URL を概要欄に貼っておきますね。まあ、この、まあ、この漫画でわかるってのは想像する皆さんが漫画と聞いて想像する感じとはちょっと違うんですけど、まあ、左側に文章があって右側にイラストで分かりやすく書いてあるみたいな感じですが、すごく分かりやすいのでぜひ参考にしてみてください。はい、で、まあ最後ちょっと余談なんですけど、分かりますかね、あんまりカメラだと分かりづらいかもしれないんですが、普段よりも結構濃いめのメイクをしてるんですね。で、これを撮影する前に
YouTube でハロウィンメイクみたいなものを検索して見てたんですよ。どれも参考になるなと思いながら見てたんですけど。